天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か降戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は雅陵と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。孫権は降伏勧告を入れなかったか。ふん、状況も分からず吠えるか。まさに獣だな。まあいい、ならば狩るまでよ。よし、おいら泳ぐ練習をするぞ。船から落ちても曹操様を守らねえとな。いや、お前は泳がなくても浮くんじゃねえか。っていうか船から落ちちゃダメだろ。ふん、巨長の言う通りよ。船から落ち泳がねばならぬ時もあろう。そういった想定や覚悟もしておかねばなるまい。ここで孫権と劉備を討てば天下の平定は目前となろう。全軍水上戦の構えで海戦に備えよ。殿、戦の舞いながら失礼いたします。殿の義公就任についてお話がございます。義公。殿は間もなく天下を平定せんとしておられます。古より人心として殿より功のある方はおられますまい。ならば義公の位を受けても何ら問題はないと思います。お待ちください。その話には賛同しかねます。義公となれば帝から借り受ける形ではなく、ご自身の兵と領地を持たれることに。そうなれば官室の臣として官室のために戦うという大義が失われます。多くの人の目には簒奪が狙いだと映るでしょう。新たな断りを敷くには大義を伴う必要があります。だからこそ曹操殿は帝をお迎えになったはず。この話はそれを覆すことに他なりません。順位区当初この件は保留とする。今は目の前の決戦に集中せねばならん。この戦で乱世を終え、それから考えるとしよう。間もなく孫権との決戦が始まる。懸念がある者は遠慮なく述べよ。水軍の質をもう少し上げたい。実戦を経験させたいところだが時間が足りんな。近辺に水賊が出没していると聞きます。戦の触りとならないよう打ち払うべきかと。慣れない水軍の調練に体調を崩す兵も多い。医者が足りていないことが気がかりだ。懸念といえば孫権陣営を探っていた偵察部隊も未だ戻らんな。それは敵に捕まってしまったのでは。敵には知略に長けた周瑜と諸葛亮がいます。すでにこちらの陣営に対し何か仕掛けている可能性もあるでしょう。例えば流言、あるいは偽の情報、それらを考慮に入れ
真実を見極める必要があるでしょう。うん、皆の意見は分かった。我らは今他の情勢に背を向けて遠征している。こうして孫権と対峙している間にも領州の馬頭などは力を増しておろう。天下平定までの敵は孫権と劉備だけではない。もはやこれ以上時をかけてもおれん。皆速やかに己の懸念を払拭し決戦に備えるのだ。伝令、我が軍の石膏が襲われています。敵陣から戻る途中に捕捉された模様。だがこちらは手一杯だ。誰か助けに行ってくれないだろうか。情報があれば我が軍は有利になる。何としても戻らなくては。助かりました。これで石膏の任を全うできます。持ち帰るまでは死ねぬ。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。せっかく貴重な情報を得たのに帰り道に見つかってしまうとは。泣かぬ、勝利を手にするまでは。気を打ち取ったり。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。この情報があれば我が軍は有利になる。そのため何としても戻らなくては。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。石膏兵が面白い情報を持ち帰ったようです。話を聞いてみてはいかがですか。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。すげえな。さすが曹操様だ。孫吾の郊外が味方から殴られていました。奴はかなり不満に思っているようです。そこで裏切りを誘う書簡を送ることに。よろしければ郊外に届けていただけますか。
オイラ水軍の訓練を任されただ。でもあんまり自信がねえぞ。続討伐がいい訓練になるって聞いただ。うまくいくか不安だけど、やるしかねえか。え、オイラと一緒にやってくれるだか。それはとっても心強いだよ。連日の船の揺れで酔っちまった。この辺に薬をくれる人がいるらしいが、気持ち悪くて動けそうにないよ。船酔いに効く薬が欲しいんですね。ではこれを持って行ってください。策の練り直しだ。敵将を討ち取ったり。すげえな。さすが曹操様だ。ねえ。ちょうどよかったぞ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。という武勇。敵将を討ち取ったり。おお、ごめん。いや、きれいし、ちょうどよかったぜ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。我が波動の前に滅びよう。邪魔はさせん。ほう、わしに書簡とはな。どれどれ。おお、願ってもない言葉よ。船酔いに効く薬を届けてくだされたわ。恐縮です。ありがとうございます。待ちな、船酔いを治したいんだって。だったら薬よりもいい方法があるよ。船をみんなつなげちまうのさ。そうすれば揺れないし酔うこともないよ。なるほど、それはいいことを聞きました。早速皆に伝えて船をつないでみます。分かったよ。父よ、士官よ、
これで決戦の準備は整ったか。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。有益な情報が手に入った。決戦に生かせるかは将次第か。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということか。これで郊外を引き入れることができよう。うまくいきすぎているような気もするが、うん、ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言ってね。もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度ですが。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが、家計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというしな。そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。二人とも来てくれ。承知しました。行こうか純優殿。この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に長江を渡り孫権劉備を討つ。水上の不利は兵数と知恵で乗り越えよう。いざこの戦に勝利し天下を制さん。おいや、この西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。倉庫を襲われない限り無敵だな。曹操軍に長江を渡らせてはならん。孫吾の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。妙ですね。
孫権の姿が見当たりません。対岸へ渡り様子を伺うべきかと。時は十分に稼ぎた。我が兵はすでに慣れる。そうですね。せい。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。ということでございます。今なら必ず乱世を収束に導けましょう。いや。敵の倉庫はこの辺りにあるようです。先の戦いの情報が役立ちましたね。何？敵襲だって？さては倉庫の矢を奪いに来たのか。そうはさせない。この倉庫は拙者が守りきってみせる。この倉庫は火器厳禁だ。俺も注意するよ。皆に伝えよ。それ一つ守れぬとは軍神の子として情けない。敵将を討ち取ったり。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。伝令、曹操軍が倉庫を襲撃。十万本の矢は全て消失しました。おい、あの宝刀先生ってすごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様々だ。今こそ敵の要所を叩く。ここは俺の見せ場だ。少食よ、この六冠技巧の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。今後の田舎武者どもに負けるかよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。邪魔はさせん。お見事。いやはやとても真似できませんな。見事だな冒徳。さすがは歯を行く者よ。周囲の息がかかった味方がいるようです。怪しい人物を尋問してみてはいかがですか。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。何用か。もうわしは孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。
敵の諸葛亮って軍師すごいんだってな。この戦でも何か策があるらしいぞ。なんじゃしつこいの。わしは本当に孫悟に愛想が尽きておる。はっ、何、まだ疑っておるのか。だからわしはじゃな、マドロッコ神話、お主を倒せば疑われることもなかろう。しまいますね。ああ、大神様、なぜこんなところで。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。お引くしかあるまい。そこの進撃、食い止めたくなるな。